おはようございます。3月6日土曜日、新聞コラムの音読を行います。3月6日土曜日、産経明のタイトルは次のように決めました。正義感中毒にならないように自戒を込めて。幼い頃からなぜか強者や正義の味方に反発を覚えていた。少年時代に熱中した仮面ライダーでは怪人を、ウルトラマンでは怪獣を応援した。悪役にだってそう生きざるを得なかった理由や言い分はあるだろうにと、子供心に正義一色で染められた世界は君が悪かったのだろう。元首相は女性発言で東京五輪パラリンピック組織委員会会長を辞め、前内閣広報官は接待問題で辞任を要求され、今度は五輪省が選択的夫婦別姓に反対していたのは、担当省として不適格だと追及されている。正義は際限なく生贄を欲し叩きのめす茶の間の正義。コラムニストの山本夏彦は、テレビが止めどもなく発信し過激化していくうさんくさい正義をこう呼んだ。それから半世紀が経ち、茶の間の正義はさらに蔓延し日本社会を覆っている。異を唱える者は邪悪と認定されてしまう。世の中が聖者善悪の二元論で成り立つような単純なものではないことは誰しも分かっているはずである。もちろん反省すべきは反省し、正すべきは正していく必要はあるが、特定個人を断罪し攻撃し続けても息苦しい社会を生むだけだろう。こんな嫌な風潮が広がるのはなぜか。脳科学者中野信子さんのベストセラー、正義中毒、人はなぜ他人を許せないのかによると、他人に正義の制裁を加えると脳の快楽中枢が刺激され、快楽物質が放出されるからだという。中野さんは正義に溺れてしまった状態を正義中毒と名付けた。脳の仕組みがそうできている以上、誰もが正義中毒に陥るかの危険性はある。国会でも自身は絶対に正しいと陶酔し、一方的に相手を責め立てる質問者を見受ける。妙子もそうならぬよう気をつけたい。
令和3年3月6日土曜日、三経名の音読を終わります。私も重箱の隅をつつくようなことがありますので、注意したいと思います。次はコロナ関係。世界の新型コロナウイルスが多い国、アメリカ、インド、ブラジル、ロシア、英国、フランス、スペイン、イタリア、トルコ、ドイツ、世界で患者数1億1561万8000トンで88人、死亡者数256万9422人。5日現在、アメリカジョーンズ・ポップキンズ大学の集計によるものです。コロナ禍、中国製ワクチンで対策、全人代のあれですね。豪州向けワクチン EU 輸出差し止め、どういう経緯があるんですかね、なんかわからない。世界情勢はコロナでいろいろあります。次も国内の方を見ます。はい、国内の方の患者数、死亡者数、患者数が多いのは東京、1万人、万単位は北海道、埼玉、千葉、東京、神奈川、愛知、大阪、兵庫、福岡、九州に飛んでますね。患者数、死亡者数、1450名。1000人超えは東京と大阪。国内患者数437,790人、死亡者数8,198人。あとちょっと収束の方は、違う、こっちだ。政府の新型コロナウイルス感染者対策分科会の尾身茂会長は、5日の参議院予算委員会でコロナ感染の年内の収束は見込めないとの見方を示した。年内に人口の6、7割がワクチン接種を受けると仮定しても、おそらく今年の冬までは、感染が広がり、重症者も時々出ると述べた。収束の定義としてさらに1年、あるいはさらにもう1年経ち、季節性インフルエンザのようにそれほど不安感がなくなれば収束となるとの考えを披露した。以上です。次は尖閣周辺に中国公船21日連続、ちょっとボケてますすいません。尖閣諸島周辺の領海外
外側にある接続水域で5日、中国海警局の船4艘が航行しているのを海上保安庁の巡視船が確認した。21日連続ということです。1艘は機関砲のようなものを搭載、領海に近づかないように第一管区保安本部の巡視船が警告しました。以上です。それでは明日またね。ありがとうございました。緊急事態、首都圏21日まで延長、全人代開幕、香港干渉断行阻止。あの時気づいていれば。